アメリカペンシルバニア大学の教授で生命倫理の分野における世界的な権威アーサー・カプラン博士が最近ホワイトハウスのサイトで署名活動を展開し、アメリカ政府に中国の臓器愛の調査を促しています。1ヶ月間で2万5000人の署名が集まった場合、オバマ大統領はこの問題への解決に取り組まなければなりません。強制臓器摘出に反対する医師の会の医師は、この活動は善良な人々に行動を示す場を提供し、中国での罪悪を制止するためだと述べます。2006年、中国のある軍医の妻が、中国でファルンゴン学習者らが生きている状態で臓器を摘出されているとの驚きの事実を明かしました。しかし、この恐ろしい証言は21世紀に生きる多くの人々には信じてもらえませんでした。しかし、その後の様々な調査結果が発表されるにつれ、人々はこの残酷な事実を認め、目を向けざるを得なくなりました。These crimes are so horrific that when people first hear about them, it is hard to believe. But there has been a lot of evidence, a lot of very compelling evidence that's come out in the last, since 2006,which has convinced me and also many other medical professionals that these crimes are truly taking place. アレジャンドロ医師は自身が説得された2つの事実を挙げます。まずは、中国では毎年およそ1万例の移植手術が行われている一方、ドナーによる臓器提供はわずか 5%。では、残りの 95% の出所は一体どこなのか。もう一つは、1999年のファルンゴン弾圧から、中国の臓器移植が急増しているのはなぜなのか。Main pieces of evidence is simply the disparity between the number of transplanted organs in China and the number of organs that are available. 2011年6月、アメリカの非移民ビザ DS-160 の申請書には、強制臓器移植に加担していないかについての記入が義務付けられています。答えがイエスであれば、ビザは拒否されます。このことからも、アメリカ政府が臓器狩りの証拠をすでに把握していると推測されます。12月2日、アメリカ生命倫理学分野の権威、アーサー・カプラン博士が、ホワイトハウスのインターネットサイトで署名運動を展開し、オバマ大統領に中国の臓器狩りに対して調査を行うよう促しています。1ヶ月間でアメリカ在住の2万5000人の署名が集まった場合、オバマ大統領がこの問題を避けて通ることはできなくなります。アレジャンドロ医師は、生体臓器摘出はナチス以来の医学界で発生した最も残忍な罪悪で、これは人類全体に対する罪であり、制止のためには一人一人が行動を取るべきだと呼びかけます。また、署名活動は善良な人々に行動を示す機会を与えているのだと示します。The American people are very kind-hearted people, and we feel that if they can learn about these crimes, they will want to speak out. And sometimes people don't know what to do. So we're giving them a means by which they can directly speak out and raise their concerns to the White House and hopefully bring these crimes to an end and save the lives of countless innocent people.新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府，政府以危险行为，大义加法。